斉藤厚氏は、日本の実業家。第14代日本野球機構コミッショナー。株式会社 KKR ジャパン KKR グローバル、インスティチュートシニアフェロー。斉藤厚氏とも表記される。野村証券株式会社副社長、住友ライフインベストメント株式、会社最高経営責任者、株式会社産業再生機構社長、株式会社東京証券取引所、 代表取締役社長、株式会社東京証券取引所、グループ取締役兼代表執行役社長、株式会社日本取引所、グループ取締役兼代表執行役グループ CEO などを歴任した。1939年、熊本県にて生まれた。1963年、慶応義塾大学小学部小学科を卒業後、野村証券に入社した。 野村証券では、不良債券、不動産、コモディティの証券化を手掛けており、インデックスファンドの商品開発などに尽力した。1986年に取締役に就任し、主として資金債券本部を担当していた。また、資金債券本部だけでなく、株式本部、投資信託本部、開発商品本部など、他の部署を担当した経験も持ち、 様々な分野を広く手がけた。その後、同社の常務、専務を経て副社長に就任した。野村証券を退職してから、住友ライフインベストメントに転じ、社長、最高経営責任者、会長などを歴任した。その後、小泉政権の金融再生プログラムに基づき、産業再生機構が発足すると、その社長に就任した。 2007年に産業再生機構が解散すると、同年より西室泰三の公認として、東京証券取引所の代表取締役社長に就任した。その後、市場運営会社である東京証券取引所と、自主規制会社である東京証券取引所自主規制法人の双方を、子会社とする持ち株会社が発足することになった。それに伴い、 持ち株会社として新設された東京証券取引所グループの取締役及び代表執行役として同社の社長も兼任することとなった。2013年1月、東京証券取引所グループと大阪証券取引所が合併するに伴い、新会社の日本取引所グループの最高経営責任者に就任した。2015年、米投資ファンドのコールバーグクラビス、 ロバーツ日本法人会長に就任。2017年12月より、KKR グローバルインスティチュートシニアフェロー。2017年、日本野球機構コミッショナー顧問に7月12日付で、就任。同年11月27日の日本プロ、野球オーナー会議の議決を経て、熊崎勝彦の後を引き継ぎ、第14代日本野球機構コミッショナーに即日、就任した。 2020年には2019、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う、日本政府の緊急事態宣言の影響で開幕が、約3ヶ月遅れる異例のシーズンを経験した。ありがとうございます。